今日もまたゼミです。ゼミのこの一コマのために大阪から2時間かけて来るんで、ちょっとしんどそうじゃない？しんどい。絶対来ないな。そう。だんだん、もう今日ええかな、今日行きたくないわってめちゃめちゃ思う。授業始まります。今日はこの後はバイトがなくてどこに行こうかなと思ったんですけど、まあ、なんと友達が家においでよと言ってくれるので友達の家に行きます。子同志社のもうすぐしたらハッシュタグ春から同志社溢れ出す。結構こうやって撮ってて普通に目の前にいっぱい学生が通ってるけどもう慣れた。意外とね見てない。そうやね、ですね、めちゃめちゃ思うんですけど、こうやって街中でカメラ撮ってたら結構見られるんかなーって。けど案外誰も見てない。お察ししてくれてるんかな。やばいやつ来たみたいな。はい、大学行って友達の家に行きました。一番仲いい友達が下宿してるんですよ。だからめちゃめちゃよく家に入れさせてもらってて、来年から大学生になる人とかにもめちゃめちゃおすすめやけど、下宿の友達はマジで作った方がいいで、そのためだけに利用してるみたいになってるけどさ。そうでしょ実際。たまたま、そうやな、そりゃそうやんな、うん、自分下宿なん、友達なのやとか、そんなんじゃないけど、たまたま仲良くなったら下宿してたっていう。一限のテストがある時とか、絶対に明日大学に遅刻したらあかんっていう時も、通いが遠い人とかはめちゃめちゃいいと思う。下宿で泊めてくれる友達はマジで持った方がいいですよ。ということで、私のバッグの紹介をしたいと思います。 What's in my bag?やんな。もっと待って、テキバキ話そう。はい、じゃあまずリュックの紹介をしたいと思います。このリュックは私が初めてバイトして買ったリュックで、まあ、1万8000円ぐらいして結構高かったんですけど、もう4年目になるけどそんなに古くなってないし廃れてないし、そう、やっぱ高いリュックっていいよなって、これ買って思いますね。じゃあバッグの中身紹介は、はい、化粧ポーチが出てきましたね。持ってる時も持ってない時もあるけど、出先で化粧する時には持ってます。ティッシュちゃんと持ってた。ティッシュ持ち歩いてると交換あるよね。ある、うん、今交換上がりました。ちょっと、はい、でお財布ですね。マイさん除菌ティッシュ持ってんねん。でも持ってたらいい。いいよな。正味さ、ティッシュより除菌ティッシュの方が使えるみたいなのあるよな。海外旅行をしてる時に除菌ティッシュを持つようになったら、なんか除菌ティッシュの便利さに気づいてしまって。だってさ、ティッシュやったらさ、なんか手が汚れたりして拭いてもちょっとベトベトが残っちゃうけどさ、除菌ティッシュってな、ほんまに最強やと思う。いろんなとこ拭けますしね。おすすめですよ。はい、次は筆箱ですね。まあ、筆箱を持ち歩いてますね。そりゃそうやろって感じだけど、たまに私雑なところがあるんで、家からボールペンとシャーペンだけ2本だけポンポンってバス2本だけバッグにポンって入れてそのまま学校行ったりすることもあります。最近な、ちょっと女子力を上げようと思ってくしも持ち歩いてるわけですよ。詳しくはブラシ。ブラシ、女子力を上げようと思ってブラシを持ち歩いてます。水。はい、次はノートの紹介ですね。私普段あんまり言うてルーズリーフの方使ってなくて、ルーズリーフじゃなくてこっちの線が全然書いてない方のノートをよく使ってます。ルーズリーフってさ、線とかめっちゃあるしさ、紙白いしさ、綺麗に書かなあかんかなって。そうそう、ツルツル滑る。か、授業によったらさ、さあ書き始めるよって思ってもさ、あれ今日そんな書くことなかったやみたいなことあるし、もったいないなって思うから、それよりこういう、そうそう、お絵かき感覚で書ける、古紙を再利用したみたいなノートの方がすごい書きやすい。こっちをよく使ってます。大学ってレジュメ結構配られるから、そこに書き込むことが多いから、めちゃめちゃ毎回こういうの使うっていうこともないねんけど。んで、あとは定期ですね。What's in my bag ってさ、みんなどういうことあげてんのやろ。こんなんでいいかな。今日はまあリュックで来てるけど、結構トートバッグみたいなんで行く日も多いです。じゃあ友達の What's in my bag も軽くしようと思います。はい、友達はこういうバッグを持ってきてます。はい、
はい、これ友達の筆箱ですね。キットさん、あ、そう、私は友達におすすめしてもらったんで同じやつ使ってます。クリアファイルを持ってきてますよ。ちゃんとスケジュール帳をちょっとバービーで可愛く使用してみますね。はい、次は飲みやすくエビアンのこのちっちゃい水を飲んで貼ります。これは次何、ちゃんとの救急用品みたいな感じ。そう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 、リップとかをこういうポーチに入れて持ち歩いてるらしいです。でその後、はい、次はお財布ですね。ちゃんと、はい、あのハンカチも持ってます。あ、ティッシュ、街中で多分配られたんやなっていうティッシュを持ってます。以上が友達のリュックの紹介でした。じゃあ以上です。